トマス・エールズワース・マーティンは、アイオワ州選出のアメリカ合衆国会議員、共和党所属。1939年1月から1961年1月まで22年連続で連邦議会議員を務めた。アイオワ州メルローズにて出生。公立学校に通い、1916年にアイオワ州立大学を1927年に、 同大学の法科大学院を卒業した。1928年にコロンビア大学法科大学院から博士号を取得し、1916年から1917年にかけてオハイオ州アクロン及びテキサス州ダラスのゴム会社にて販売アナリストと会計士を務めた。第一次世界大戦中の1917年から1919 19年まで、 アメリカ陸軍第35不評連隊の注意。戦後、ゴム産業での仕事を続け、後1921年から1923年まで、アイオワ大学の軍事学と戦術の助教授。1927年に、アイオワ州にて弁護士登録し、アイオワシティで業務を開始した。1933年から1935まで、同志の事務弁護士を、 1935年から1937年まで市長を務めた。1938年、共和党員としてアメリカが衆国会議員選挙にアイオワ州第一選挙区から立候補し、当選。1939年1月3日から1955年1月3日まで8期連続で会議員を務めた。1954年、 会員議員選への立候補を取りやめ、上院議員選に立候補。2期目の任期を満了しようとしていた、現職上院議員の外ム・ジレットを下した。この選挙では、アイオワ州の上院議員が2名とも共和党員となったが、これは1924以来のことである。マーティンは1955年1月3日から1961年1月3日まで一期を務めて引退し、 ワシントン州シアトルに転居。1971年6月に同地で死去した。遺体はオレゴン州ポートランドのウィラメット国立墓地に葬られた。ありがとうございます。